リエニエ南部。祝福見晴らし島。その名の通り、周囲を見晴らせる高台である。ここから、東に向かうと、謎の建造物。そして、女の声。声の主は、ラーヤ。猫背の女 NPC だ。彼女は、お使いの最中、ならず者に襲われたらしい。その際、ならず者に、大事な首飾りを奪われた。その首飾りを取り返すよう、主人公に依頼してくる。結局、主人公がならず者から買い取って取り返すのだが、どうも、腑に落ちない。こういうトラブルは、当事者間で解決すべき問題だ。第三者が出しゃばる問題ではない。一応、協力はしよう。ただ、話し合いに関しては、当事者間でお願いしたい。一方の言い分だけ聞いても、わからないからだ。立ち会い人、としてなら協力したい。ということで、今回は、二人を合わせた。なんだ、と。この祈祷、拒絶って、ラーヤをならず者の元へと運ぶつもりだったが、どうやら、ラーヤを運ぶことはできないらしい。と、なると、ここ、エビ腕のボロ屋にいる。ならず者を、ここまで連れてくる必要がある。電話急げ。通常、このイベントは、主人公がならず者から首飾りを買い取って、それをラーヤに渡して、解決する。それじゃあ、いけない。主人公のおせっかいだ。ちゃんと、二人が顔を突き合わせて、ならず者がなぜ奪ったのか聞いて、謝らせて、お互いが納得するのが筋だ。おっと、早くも着いた。ならず者。ひたすらエビやカニを茹でる汗人だ。正式な名前は、ビッグ・ボギーというらしい。イベントをこなしていくと、最終的に、即位に祝福されて死ぬ。さて、この距離か。イージーだ。みんな、笑顔で終わりたい。ハッピーエンドで、終わりたい。さあ、ならず者、行こうか。ラーヤの元へ。ということで、祈祷、拒絶、を使用し、このならず者を、ラーヤの元へ連れて行く。この祈祷、拒絶、は、過去にも様々なものを運んできた。アレキサンダー、不眠する敵、歩く霊廟、エドガー。それらの動画については、概要欄からご覧いただきたい。祈祷、拒絶、は、円卓でコリンから購入できる。1500ルーンという破格の値段でだ。超巨大秘密兵器、歩く霊廟まで運べるヤバい祈祷であるのに、1500ルーンだ。トマトちゃんは、この1500ルーン、バグだと思っている。本来なら、150万ルーンでも足りないぐらいだ。攻略域の、拒絶、のページに、1500ルーンはバグであると思われる、と書き込んで編集したら、何者かに、消された。おそらく、クロムにバレて修正されるのが嫌なのだろう。それほど、この祈祷、拒絶、は脅威なのだ。今回のならず者運びは、過去の検証に比べると、かなり簡単な部類だと言っていい。道中で敵もいないし、運ぶルートに凹凸がないし、なんといっても、距離がめちゃくちゃ近い。あっという間に終わってしまうだろう。これまでで一番きつかったのは、最近やった、歩く霊廟 VS 最強土竜だろう。歩く霊廟を性別節限の端から端まで運び、道中には強敵がたくさん。あれは、今でも夢に出るほどヤバかった。それに比べると、赤子の手をひねるようなものだ。ただ、大変なのは、
運んだ後であろう。ダーヤとならず者を合わせると、おそらく、殴り合いの喧嘩が始まる。ダーヤの正体はトカゲなのだが、ダーヤがならず者を丸飲みにしてしまう可能性がある。そうならないよう、ちゃんと話し合いになるように誘導しなければならない。トマトちゃんの交渉術が試されるのだ。交渉は得意な方だ。過去に仕事で、謎の商品の売り込みをしたことがあるのだが、200個ぐらい在庫があった謎の商品を、追加で300個増産するレベルで売り切ったことがある。未だに自分でもこの商品が何の商品だったのか、わからない。そんなレベルでも、この交渉術を武器にし、売り切ったのだ。後日、すべて返品されたのは、気のせいだろう。クーリングオフという制度は、禁止カードにしよう。ダーヤとならず者の話し合いも、この調子で、成功させてみせる。さて、もう半分以上は進んだだろうか。うん、なんだこの音は。ひげい。どこが寄ってきた。あの敵は、勇気、だ。祈祷、回復、などをあの敵に使うと、大ダメージを与えられる。過去の動画でも紹介しているので、ご視聴あれ。特に相手をする必要もないだろう。灰のようなものだ。それにしても、このならず者、消える気配がない。以前、スリナキの半島において、娘イレイナと父エドガーを合わせる検証をやったことがある。その際も、エドガーを今回のように拒絶しまくって運んだのだが、イレイナまであと半分の距離というところで、突然、消えてしまった。動画の中では、エドガーが城に引きこもりたすぎて、超能力を発揮した体でゴリ押ししたが、おそらく、あれは距離制限だったのだと思う。対して、このならず者、一向に消える気配がない。単に距離が近いからなのか、それとも、何らかの隠しイベントが隠されているのか。おそらく、後者であろう。ならず者とラーヤを直接合わせるのが、正規ルートだったのだ。だから、祈祷、拒絶、も序盤から簡単に入手できた。そういうことだったのか。この隠しイベントを確認したら、すぐに息を編集しよう。さて、ダーヤのいる建造物に着いた。むむ。この階段、結構厄介かもしれない。乗らない。調整が難しい。あかん。難関来たー。クリア。落ち着けば簡単だった。さて、ご対面。ならず者が嫌がっている。この場から逃げ出したい気持ちはわかる。しかし、向き合うべき時だ。ボギー、素直になれ。本当は、ラーヤが好きなんだろ。気を引こうとして、首飾りを奪ったんだろ。ラーヤに振り向いてもらいたくて、つい意地悪したんだろ。Should be resting at an abandoned home down the way. Please, I must have the necklace back. 無視されとる。そのならず者、目の前にいます。さすがのラーヤもブチギレのようだ。ボギーのこの態度なら無理もない。ほら、完全に切れてしまってる。目の前にいるのはならず者ではない、愚か者だ。
愚か者など、私は知らない。そう言っているのだろう。何か言うことはないのか？ What are you looking at? You trying to start something, mate? へ。何これ？ That necklace what you're after, is it? Well, show me what it's worth to you, and I'll consider parting ways with it. I'm not in love with it or nothing. どういうこと？ You're a shrewd one, Chief. First, you hand me the runes. And don't try nothing, neither. あれ？この人たち、お互いが見えてない？バカな。隠しイベントは、正規ルートは。ルーン足りねえし。もう何がなんだかわからねえ。こんなに近くにいるんだから、ラーヤが払ってくれ。あなたが払ってくれますよね。みたいな顔するな。ここで、トマトちゃんが、すべてを察する。もしかして、この二人、グルそういう詐欺だろ。後でこの線ルーン山分けするんだろ。なあ。完全に、理解してしまった。この二人、見えていないんじゃない。わざと、見えないふりをしている。エビ、ここにないぞ。話をそらそうとしている。ずっと歩いてんなこいつ。なるほど、離れたい理由もわかった。グルだとバレたくないのだ。いや、ここにおるがな。しらばっくれている。やっぱり詐欺だったんじゃないか。あくまでシラを切るつもりらしい。ラーヤは、いや、お前じゃねえ。バラ様へと、必死に妨害してきている。今、ここで買い取ってたのに出たよね。なんで私が払わないといけないの？やっぱグルだったのか。っていうか、ならず者もラーヤをガン見してるぞ。見えてるだろ。やはり、お互いグルだとバレないように、お互いが見えないように装っているようだ。何この展開。またなんか騙されそう。カモだと思われてる。なんかこのアングル、二人の詐欺師に言いくるめられてるみたい。裁判するの、いいの、弁護士費用かかるよ。職場にも連絡行くよ、いいの、家族にもバレちゃうよ。そう見える。これもう、泣き寝入りしかない。そんなこんなで、トマトちゃんの検証は終わりを迎えた。ということで、今回は、ならず者とラーヤを合わせてみた。二人は、詐欺師だった。その手口は巧妙だ。まず、ラーヤが主人公に声をかけ、ならず者から首飾りを取り戻すように依頼する。そして、ならず者は、主人公に対し、ラーヤの首飾りを高額で売りつけてくる。主人公は、ラーヤに首飾りを渡す。ラーヤは再び、ならず者に首飾りを渡し、ならず者の売り上げを山分けする。また別のターゲットに、ラーヤが話しかける。
無限ループ。巧妙すぎて引くわ。表面上、この話に被害者は存在しない。詐欺師二人は言わずもがなだが、主人公も、首飾りを取り戻してあげた、という、自らの善行に酔いしれることができるのだ。なんて恐ろしい。リアルでもありそうで、笑える。アセヒト諸君も、詐欺にはご用心あれ。以上、詐欺予防啓発動画でした。動画投げー。